こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんやほーい、こんばんは、こんばんは。こんばんは。こんにちはですね、皆さん。やっほー。あれ、音なかった？嘘。マジ？え？なんでだ？こんにちは。え、今熱なうなの？どうした？こんにちは。前髪すごい？嘘？本当？これすごいの？確かに全然動かない、正直。ほらなんかプルプルしてるね。そう、前髪全然動かないよ。ほらやば、変すぎる。さすがに。こんばんは、こんばんは。わあ、のんちゃんお疲れ、ありがとう。お疲れ、ありがとう。こんばんは。白紙会と社名会、初めてレイナのとこ行くわ、待っててねって。嬉しい、ありがとうございます。やった、楽しみだ。今からも楽しみですねパリパリとか言わないでくださいよ。違います、そんなパリパリではない。明日から白紙会など発売、会いに行きますねって。嬉しい、やった、めちゃめちゃ楽しみですね、本当に。おお、ビビビさん、すごい、アロハ、ありがとう。すごいね、アロハ。思ってた以上にカチカチ。嘘、そう、前髪ね、すごいでしょそう、今日めっちゃうまくいってんな。なんか今日はもうなんか欠点なし、私の前髪欠点なしっす、今日は。そう、結構ね、ほんと風を取っても動かないし、何してもこれ動かない。いや、もうケープかければ大体大丈夫だよ。こんばんは。こんばんは。料理してた？そう、何作ってんの？え、ケープしたら逆に変なる。嘘。え、なんでやろ。私はいつもこうね、もうね、好きな前髪をこうやって作って、こうやって作るじゃん。まず作ってからの、まずここの部分だけかけて、ケープ整えて、次は全体、ここのここら辺全体をまずわーかけて、また整えて、もう一回わーやって、こう先っちょとかこうやって整え、ケープつけていってみたいな。そう、そしたらこんなになります。
まあフォローしましたってありがとう。やった、めっちゃケープ使うよほんまに。すぐなくなるからすぐ買いに行かなあかんくなるし。肩たたき会話したあかんのはきつい。え、そうなん？マジやばきつ、マジそうなん？え、か会話せずにもうあの来てくれた方にこうやって肩を叩くってこと？え、すごいね、なんかそれ眉毛つながってるように見える。あ、確かに確かにそうやな確かに。こんばんは。そう、思った通りに音が固まるよね、私は。そう、なんかかけてかけてまた整えてとかしてたら案外思った通りに固まります。レイニャからレイちゃん呼びに通ったって嬉しい。最近そう、私レイちゃんって呼ぶからね、最近自分のことレイちゃんって呼んでるんで。レイニャに肩叩きしてもらうときシュールすぎて笑ってまいそう。いや、それはそう、確かに喋ったらあかんのはちょっと想定外やねあ、明日の公演行くよって、嬉しい、やったー。そうですね、明日はねみそらのお誕生日ということで、当日生誕っていいですね、めっちゃ。髪もね巻いてます、今日そうやな、確かにめっちゃシュール。それはちょーかわいいねって、やったね生姜焼きとお味噌汁作ってるって、え、いいの、生姜焼きいいね。え、生姜焼きあんま食べてないのもん最近。え、いいね。いつか世代交代行きたいと思ってるけどなかなか予定合わないって。え、そうなの。またね、いつでもぜひ時間があるときにね世代交代しちゃってください世代交代しちゃう。多分まだ多分認知されてないと思うから、モバメの返信で服装を変えて、え、見る見る見る。そうだから、あのね、そうお話し会のね服装とかちょっといろいろまたね皆さんに聞こうかなって思ってて。そうなのポニーテールかわいい、ポニーテール、そう最近ポニーテールにハマってる。こんばんは、こんばんは。わあ、野原慎之介のすけさん、ありがとうございます。スター、ありがとう。相変わらずお目目ギャンギャン、お目目ギャンギャン、ほんまお目目ギャンギャンとかある、まつげとかやったらわかるけど、そうまつげは結構ギャンギャンにするタイプ。つながってるもんねこれ、もうくっついてるよ多分私ここ。こんばんは。わ、ビビビビさん、またこれ花だ、花なんで花か忘れちゃった、ありがとう花。そう髪巻いてるよ今日。うん、目大きい、嘘でも私もっと大きくなりたいの、もうねこれぐらいこれぐらい大きくなりたい、うん、なりたいな。来年、来月か、来月また大阪旅行します。えー、そうなの、大阪旅行か。えー、大阪ってなんだろうな、おすすめってわかんないな。アイピよりすごい前髪アイドル目指せそう。いや、アイピさんにはかないませんよ。めっちゃ綺麗じゃないですかアイピさん。
漫画の世界染め、これぐらいなりたいねんの、むめ。本当本当は。むめ大きくなりたい。もっともっと。プリクラ？確かにプリクラぐらいに大きくなったらやばいね、それはそれで。そうだから、メガネ、目を大きくするコツは、コツとかあるんか分からんけど、涙袋をね、もう鮮明に描いてます、私は。そして大きくなる。多少は。こんばんは、こんばんは。前髪綺麗やったね。今日そう、今日めっちゃほんまに今日はね、すっごい前髪うまくいったよ。こんばんは、こんばんは。あ、やめてください、それだけは。あ、ありがとうございます。先生、今日ね、これね、カチューシャ買ったんだけど、今日届いたの。これめっちゃ可愛くない？これリボン超可愛いね。一目惚れしちゃって買っちゃった。これめっちゃ可愛くない？このリボン。いいね。めっちゃお気に入り。こんばんは、こんばんは。めっちゃ可愛いって。やった、ありがとう。イエイイエイ。熱を吹き飛ばす魔法をかけてください。なんだろう、魔法か。熱を吹き飛ばす魔法。じゃあ、あ、いいのあった。タンデケごめんなさい、シュールすぎた、さすがに。吸気生はどなたたちと一番仲がいい？誰だろう。わかんないかも。なんかもう、でも結構日常茶飯事でずっと一緒にいるのはリオピかな。リオピはずっと一緒にいるね。そう、触覚と前髪大事大事大事、ほんま大事。わあ、みなちゃんありがとう。ハートハートありがとう。たくさんハートじゃん、めっちゃかわいい。ありがとう。イエーイ。実は密かに気になるメンバーになってますって。やったー。でまだ気になるだからね、ダメだそれは。そのね、気になるのもう一個上に行かないとまだ始まんないよ。わ、可愛いって、ありがとう。やったー。そう、今日ね、意外とね、顔の美女いいの。そう、めっちゃ良くない今日。今日は、ちょっと一段といい。そう。何時までやるか書いとこう。
かけた。こんばんは。まあ、握手会とオンライン話し会撮るからねって嬉しい、ありがとう、やった、楽しみ、めっちゃ、もうめっちゃ楽しみ。こんばんは、こんばんは。わあ、みなちゃん、タコさんもありがとう、タコさん、タコちゃん、は推しが卒業したから例に推し始めましたって、え、やった、嬉しい、ありがとう、やったね。ママだけを、何時までする？25分までね、やろうと思います。そう、めっちゃ急遽やり始めたので。これなんて言うんだったっけな、なんて言うんだっけ、これ幕張なん、ま、なんとか幕張メッセやっけ。私行ったことないんですよ、これ。そう、なくて初めてなのでね、楽しみです。この前のレイオちゃんの配信で10位以内に入ってたねって、そう、入ったの、入った。やった。わあ、野原しんのすけのすけさん、スター、ありがとう、ありがとうよ。そう、幕張や、そうそう、幕張、幕張メッセ行ったことないんよね。その歯はホワイトニングしてるの？え、これしてないですよ。歯磨きです。歯磨き。私もマイミョルちゃん好きだから運命って、え、嬉しい、本当だ、アイコンマイミョルちゃんだ、可愛いよね、マイミョルちゃん、本当にもうめっちゃいろんなもの集めたくなる。あ、みなちゃんスター、ありがとう。え、25時まで、あ、25時までじゃないです。25分まで。そう、私ね、年齢がね、そう、25時まではできないよね、さすがに。25時って何時だっけ、1時か。できない。そう、年齢がね、あって、できないの。スクショタイム、あ、あり。スクショタイムって私あんましないよね、配信で。やるわ。スクショタイム。ちょっと体を整えてもらって。スクショタイムします、じゃあ。はい、ありがとうございます。頑張ってもらって。歯並び綺麗、嘘、本当、やった。綺麗これ。わあ、なんちゃんさん、ありがとう、ハート、ありがとう。25時まで起きてたことある？え、もう夏休みなんて大体私起きてますよ。私起きてます、夏休み大体。うん、起きてるわ。そう、年齢制限あるからね。うん、わ、ゆけさん、かわいい、ありがとう、やったー、いっぱい撮れた、みんないっぱい撮ってね、ありがとう。わ、みなちゃんもハート、ありがとう。わ、野原しんのすけのすけさんもスター、ありがとう、イエーイ。え、ありがとう、みんな、みなちゃんもかわいい、かわいいって、ありがとう。れいなちゃんって、今だ、今だって何だっけ、これ高校1年生、そうです、高校1年生です、私15歳です。そう、だから起きるの遅いんやと思う、なんかね、もう逆転してしまってる。だから明日公演やから、ちょっと起きれるか心配なんですけど、
まあね、起きます。やば、時間がやばい。それではね、そろそろね、ランキングを読もうと思います。読むね、読んじゃうよ。読んじゃうよ。それではいきますね。13位の方がまいまいさん、ありがとうございます。そして12位の方がトラボタルさん、ありがとうございます。そして11位の方がサムさん、ありがとうございます。そして10位の方があやちゃんさん、ありがとうございます。そして9位の方がソーリさん、ありがとうございます。そして8位の方がまーさん、ありがとうございます。そして7位の方がこうやさん、ありがとうございます。そして、6位の方がかぼちゃのかずさん、ありがとうございます。そして5位の方が給食中キングマンさん、ありがとうございます。そして4位の方がおみなちゃん、ありがとうございます。そして3位の方からね、順にあだ名をつけていこうと思います。それではね、野原しんのすけのすけさんということで、どうしよう、野原しんのすけのすけさんだから野原で行こうかな、今日は。じゃあのはら、シンプルに行こうかも。野原くんで行くわ。ありがとう。え、待って、順位変わってんだけど。どうしよう。順位変わってる。どうだったのこれ、順位。順位変わっちゃった。ちょっともう一回言うわ、3位から。みなちゃん3位ということで、どうしようかな。じゃあみなちゃんだから、あ、いい思いついた、かわいいの。みーちゃんで、ありがとう、みーちゃん、ありがとう、かわいい。ということで2位はゆけさん。んー、じゃあね、ゆけさんはどうしようかな、どうしよう、ゆけさんは、ゆけさんはじゃあね、どうしよう。やば、じゃあお、いいの思いついた、ゆっちゃんで、ありがとう。そして1位がビビベさんはどうしようかな。ビビベさんはじゃあ、どうしようかな。あ、いいの持ってた。ビビックで、ありがとうございます。ビビックなんでビビックが浮かんだというと、ここにね、ちょっとね、あれです、こちらおもちゃがあったからです。これはなんで、これでおもちゃが思いつかんだというと、これです。おもちゃ飾ってます、ここに。ありがとうございました皆さん。めっちゃね、そう、急遽始めたのに見てくれた方、ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございました。また明日です。ありがとうございました。じゃあね、ありがとう、ありがとうね、じゃあね。
バイバーイ。